3問に行きますね。まず抜きます。脇を開いて手のひらは下ですね。打ち込んだら肘を寄せてお尻をずらしたら真ん中にお尻を持ってきます。そしたらこの角度を保って肘を引いてきて抜いていきます。じゃあ止めに行きますね。同じくね、肘寄せてお尻をずらしたら進行方向に引っ張りながらで真ん中にお尻を持ってきます。浮かせて細くを右をへこましますね。また右をつけて太くします。軽く自分の方に寝かしてトントンするとお尻きれいになっているので、そのお尻を起こすんじゃなくて浮かすと毛先が自由に動くので作りたいところに止めを作ります。じゃあ跳ねに行きますね。脇を開いて手のひらは下ね。肘寄せてお尻をずらしたら引っ張りながらで真ん中にお尻を持ってきて、頭とお尻を半々に残します。浮かせて細くまた太くですね。そしたら手前に倒した軸をちょっと右に倒して斜め左下に軽く持ってきます。でこの角度のまんまお尻で先に回転させて三角のイメージで上がっていったら肘を使ってすくっていきます。